リクエストのありました戦後の世界なんですがその戦後の世界を理解するにまず一番重要な冷戦をポイント123に分けて解説したいと思いますね。冷戦で何って言われたらあの一般用語でもありますよね。要するに直接喧嘩はせえへんけどもう口かーみたいなこういがみ合いの状況を アメリカとソ連が、はい、戦後始めるんですじゃあなんでアメリカとソ連が、はい、その冷戦を始めたかっていうとまず、はい、冷戦のスタートにいますヤルタ会談って何かっていうとねそもそも戦前、はい、社会主義となりました、はい、ソビエト連邦1922年、えー、成立しますがせ世界で一番最初がソ連なら2番目いきます はい、1924年、いわゆるモンゴル人民共和国、いわゆるアジア初の社会主義国で、戦前社会主義国はこの2国しかなかったんですよ。ところが、はい、ここに東欧と書いてますが、はい、ヨーロッパアップ。やる高いなんてね。実は、ここにあります、ポーランド。このポーランドを社会にしすぎるかどうかで、もうソ連とアメリカの、はい、喧嘩は始まってます。最終的には、ポーランドだけなく、はい、 実はこれは東ヨーロッパの国ナチスの試合を受けてたんですがあのソ連の力を借りてナチスを生ん出すんですねユーゴとアルバニアは自力で、はい、ナチスを生ん出すんですがでも結局それらの国ソ連の力を借りてナチスを生んした結果、はい、ポーランだけなく、はい、ハンガリールーマニアブルガリアユーゴアルバニア社会主義国になっちゃうんですよだから有名な鉄のカーテン演説、はい チャーチルがバルト海接点からアドリア海のトリエステまで鉄のカーテンが降りてるつまりこちらの、はい、鉄のカーテンの向こう側はソ連圏と呼ばれまして何やってるかわからない非常に不気味な状況やと、はい、言われるようになるんですよね。 だからこれを見てアメリカ大統領「アイトルーマンはトルーマン・ドクトリン」「実は鉄のカーテンの向こうに残されたギリシア・トルコに経済援助」って言うけど「いやいやいやお前らも金貸したるから社会主義になんなよ」っていうまさに「トルーマン・ドクトリン」「ソ連封じ込め政策もうこれ以上社会主義増えるな」言ってまさにヨーロッパを舞台に冷戦は始まるんですよ。東西対立で言われました 東ソ連を中心とする東ヨーロッパと西アメリカを中心とする西ヨーロッパでねそして何よりもあの悲劇が生まれますその悲劇とは、はい、もちろん東西ドイ,ドイツの、はい、分裂でそれは最戦国となりましたドイツは、はい、戦後 東側はソ連の西側はイギリスフランスアメリカの愛占領下4カ国分割占領を受けたんですよね。でそんな中ソ連占領下の東はドイツ民主共和国東ドイツなりイギリスフランスアメリカ愛占領下の西側のドイツはドイツ連邦共和国そうです東西ドイツまさに冷戦の象徴ともいえる ドイツ東西分裂となるのが40年代ですよさらにこの40年代は、はい、今さっ45年東欧が社会主義になるとみましたが45年ベトナムにも社会主義国ホーチミによりますベトナム民主共和国が成立しさらには、はい、48年 えー、日本の、はい、植民地だった朝鮮北はソ連南はアメリカの、はい、占領下に置かれ48年北は朝鮮民主人民教愛、はい、社会主義国になりさらにとどめかな49年には中華人民教育中国も社会主義となるまあ40年代冷戦めちゃめちゃ盛り上がった時代ですさらには、はい ホットウォーとなったアジアといえば、実際のアメリカとソ連が直接ではないんですが、代理戦争としてホットウォーを2つやってますね。 一つはインドシナ戦争先ほどのベトナム民主共和国という社会主義国これフランスから独立したんですがそのフランスが独立を認めず、はい、インドシナ戦争という戦争を行いちなみにフランスは後に対抗して南にベトナム国を作ります。実はフランスの後ろにはアメリカがいてベトナム民主共和国の後ろには、はい、ソ連がいてまさに第2戦争になったインドシナ戦争さらには1950年、はい 北の朝鮮民主主義人力から南の大韓民国に攻めていきます。その大韓民国をアメリカ、あい、がって、えい、援助しまして、なんとか北を押しちゃ、南が勝つかなってところで、中国が、い、さらに、え味方して、北の味方をして、北から、え中国と朝鮮民主主義人力、北朝鮮が攻めていって、最終的には反問点で休戦条約が結ばれるものの、もちろん朝鮮民主主義人力、北の後ろには、 ソ連が、えー、そして南の大韓民国首にはアメリカがいて、はい、完全な代理戦争北東がアジアなんかでは2つ行われてるこれがポイント1まさに冷戦スタートヨーロッパ部舞台に東西対立、えー、起こったと思ってくださいでしょアジアは東西南北じゃないですかだからヨーロッパ部舞台に起こってドイツなんかが東西に分裂したこれが40年代ですよところがじゃあ そのソ連が後ろにいる東ヨーロッパを言いましたが当時のソ連はもちろんスターリンでじゃあ西ヨーロッパの後ろにはアメリカがいると言いましたがアメリカの後ろにいるのは戦後アメリカ大統領トルーマンでしたところ面白いのは、はい、ポイント21953年、えー、その親玉同士があの同時になくなります偶然ですよ一つは1953年あのまさにスターリンが死ぬんですよね でちょうど偶然なんですがトルーマンが大統領任期を終えましてはいアイゼンハワーに変わりますっていうことは東の親玉と西の親玉が同時にいなくなりましてはいポイント2えっ何がって言ったらあのもう一触即発さあもうめっちゃ仲悪くてわっドイツなんか東西分かれたっていう緊張状況の中から 親共同士がふっといなくなるんですよね。だから、五十三年、あい、見てください。ほっとだった朝鮮戦争。実は、五十三年に、あい、一応終結。まあ。 あの、決着はつかないまま、半門帝で休戦条約が結ばれ、そして、ホッだったインドシナ戦争も、54年、フランスがディエンビエンフ、陥落しまして、かえー、撤退することによって、一応、はい、インドシナ戦争も、54年、終結いたします。さらには、55年、はい、 あのドイツが結局東西に分かれたと言ったんですけど同じ負け国だったオーストリアも4か国分割占領されてましたがオーストリアははいなんと、えー、国家条約オーストリア国家条約によって、えー、永世中立国はい。 分裂しないままオーストリアは一国で、はい、しかも永世中立国として、まあえー、主権を認められあの一つの国となりますさらにはジュネーブ四拠点会談なんとイギリスフランスを挟んでといえソ連とアメリカが共同会談行い「うお雪解けもう一触そ開つからちょっとホッとしませんか?」 これが50年代でちなみに55年にはアジアアフリカ会議なんかも開かれて第三勢力なんかも活躍もうアメリカとソ連が言ってたところがお第三勢力も現れてほっとした時代は、はい、もちろん見せかけですよねもちろん見せかけですよねじゃあ冷戦の最大のポイント3つ目言っていいですかなぜ直接殴り合いの喧嘩をしないんですか このホットウォーアジアで起こった実際の代理戦争アメリカとソ連が直接喧嘩せえへんけどはいインドシナベトナムや朝鮮なんかを舞台に戦争してますよねはいじゃあなんで直接喧嘩しないかって言ったら喧嘩したあかんでしょうがなんでって言ったらはいもちろんアメリカとソ連はとんでもないものをってますよね直接喧嘩するには何かって言ったらはい核ですだから冷戦の一番の構図は ずっと、結局、核開発競争なんですよ。まずアメリカが、はい、もちろん核持って日本に落とし上がりました。それを追っかけてソ連が原爆持ち。ほんならさらに原爆有数、水爆作り。で、さらにソ連もソ連が、それをソ連が追っかけてっても、ずっと核開発競争。さらにはその核ミサイルの、はい、ICBM なんていう、そうでしょ核弾道ミサイルなんていう、はい、その開発競争もぐわー って行ってて、だから直接喧嘩はでできないんですよ。じゃあ冷戦はどうやって終わっていくのって言われたらはいでは60年代いっていいですかいよいよは第、い、ニポイント1962年キューバ危機と呼ばれます一触即発核戦争の危機がやってきますよねそれはアメリカの野本あのキューバで、はい、革命が起こってチェイグバラそしてカストロによります もともとは親米政権バチタ政権を潰す革命だったんですが、まあ、アメリカがちょっといろいろ対応を間,あの間違ってもうてなんと社会主義になっちゃうんですね最初は単なる親米政権を倒した革命だったんですよところがここに社会主義国ができしかも当時のソ連フルシチョフがこのキューバ社会主義になったのをいいことにミサイル基地を作ろうとしました。 アメリカ喉元、もうほんまにアメリカナイフ突きつけられた状況になりますよね。で、これに対して当時のアメリカ大統領、ケネディ大統領がい一本も引かず、もう本当にキューバをめぐってアメリカとソ連がもう核戦争一歩手前だったらしいですね。さすがに私この時代まだ生きてませんが、本当にやばかったらしいです。ただ、戦後の世界が私、結構脆いよって言ってるのは、じゃあ問題。核戦争。 残りました残りませんでしたうん怒らなかったでしょそう君ら絶対結果を知ってるんですよねあの中世とかもうこれよう怒らないけどボニファティウスー世と南極皇とあの新、ー、聖ロマ皇帝ハイニヒ王子が喧嘩してどっちが勝った負けたとかあれな、ね、もうどっちでもいいったら怒られへんだけどねはいでしょどっちが勝ったってか知らへんけど知ってるんですかそう核戦争は怒らなかったんですよ ですよねでこのキューバ危機でまさに核の恐ろしさにアメリカもソ連もまあもともと分かってはいたんですがもう肌感覚でやばいってことに気づくんですよね実際シミュレートしてたらどんなことになんねんっていうでこのキューバ危機によっていよいよ、はい実ははい核軍縮初めて核の恐ろしさに気づいて初の 核に対する条約がアメリカとソ連によって結ばれます。まずは有名なキューバ危機翌年、はい、PTBT、いわゆる部分的核実験停止条約は地下のみ核実験を可能とし、で、えっ、ー、と、空中とか水中とかダメよっていう、そうでしょ今まではもう核ガー って作ってて、はい、このキューバ切ってやっと核に関する恐ろしさが気づいて PTBT 部分的核実験停止条約なんんかが結ばれるんですよさらには68年、はい、NPT いわゆる核拡散防止約当時核を持ってた5大国は OK やけど新しく、はい、違う国が核を持つのはダメっていうただ初めて核に関する条約が結ばれたとえ、はい、気づきましたかねめっちゃアメリカやソ連すごいでしょ。 部分的核実験、で車役ってけど、要するに、60年代の核に関する問題は、大国にすごい。特にアメリカソ連ですね。アメリカソ連はそれは核実験しまくってたっちゅうねだからやっと核持ったばかりの中国や、はい、フランスなんかは反対するし、今核持ってる国は OK! でも新しい国は、これ以外の国は核持つな。めっちゃもう大国にすごいですね。で、これが60年代で、だ で、70年代、ちょっと前進しますね。それが、ソルト1、2、いわゆる戦略兵器制限条約で、つまり、核に関する開発を上限決めようっていう。でしょこれで、ちょっと前進します。ただし、全く減っちゃいません。減りますね。初めて減りますね。これが、いよいよ1987年。はい。前年にはチェルノブイリがありまして、原子力発電事故ですね。 はい、もう、ただしさ切経済、うまくいってなかったソ連ですが、はい、もうチェルノブイリで、ある意味、とどめですが、あのゴルバチョフの下で、えー、いよいよ INF、結ばれます。 アメリカアメリカでいわゆる双子の赤字軍備拡大したはいいんやけど、はい、お金なくなってさらには防衛赤字、はい、我が国日本ですよバブルですよ、はい、食らわされまして結局はレーガンとゴルバチョフのもとで結ばれましたこの INF 核が初めて減った80年代、えー、INF をもちましてってことは冷戦の構図は核だと言いましたよね。だから 核が減っていよいよ1989年ゴルバチョフと、はい、えー、レーガンに借りましたブッシュ、パパブッシュです。パパブッシュのもとで1989年連戦終結会談、マルタ会談が開かれて80年代いよいよ冷戦は終わるんですよ。実はこのマルタ会談のあの前の月には ベルリンの壁も崩壊しまさに冷戦が終わった80年代そもそも90年代にはその見解点のソ連が崩壊していくこれが大きな戦後の愛冷戦の構図だと思ってくださいつまり40年代戦後すぐヨーロッパを舞台に冷戦は起こり東西対立の結果ドイツなんかが東西分裂するそして1950年代その親玉だだったソ連の愛 えー、スターリンとスタ、えー、ごめんなさいアメリカの、えー、トルーマンがいなくなってほっとする雪解けの時代ホット王が終わり。 ジュネーブ急戦協、ジュネーブ4拠党会談、さらには、オーストリア国家条約なんか結べるけど、はい、嘘、後ろでは核開発競争、言えなかった、ごめんな。核開発競争が、うえーって続き、まさに60年代、キューバ危機で、核の恐れさに気づき、PTPT、部分的核実験停止条約や、NPT、核拡散防止条約、核に関する条約結ばれたけど、大国に都合がいい。だから70年代、はい、ソルト1-2、いわゆる戦略兵器制限交渉、はい、制限で、 もちろん一歩は前進するけど減っちゃいねいよいよ減る8度目中距離核戦略 INF 全廃条約でいよいよ、はい、核が減り80年最後ルルタ会談で終わり冷戦がそして90年代そもそもソ連は崩壊するしそうある意味冷戦のまあ 象徴だったドイツも1990年、えー、東西ドイツ統一になりますね91年ソ連崩壊そこからちょうど10年後2001年同時多摩事件21世紀今の世界がやってくるんですよ。いかがですかこの冷戦の構図10年スパンで40年代50年代60年代70年代80年代90年代 えー、頭に入れた上で戦後の世界をそれぞれ見ていきたいと思っております。よろしいでしょうかはい、以上です。